こんにちは。芸能界では結婚ラッシュが続いていますが、一方で離婚も少なくなく、シングルマザーの芸能人有名人はたくさんいます。今回はシングルマザーの芸能人有名人20人について、職業別に元旦那や離婚理由、子供をまとめました。1. 椎名林檎。ミュージシャンの椎名林檎さんは2000年にギタリストの八吉純次さんと結婚し、2001年に長男を出産しますが、その後すぐに離婚。2013年には長女を出産したことを公表しました。娘の父親である現在のパートナーは映像作家の児玉雄一さんとのことですが、正式発表はないので戸籍上はシングルマザーになっているようです。 2. 石川さゆり。石川さゆりさんは1981年に元マネージャーの男性と結婚し、1982年には長女を出産します。しかし1989年には離婚を発表しました。その後は再婚せずにシングルマザーのママ娘さんを育て上げています。 3. 牧陽子。女優の牧陽子さんは2008年に元俳優の片山レオさんと結婚し、2009年に長女を出産しています。2015年に離婚し、長女の親権は牧陽子さんが持つとのことですので、シングルマザーとして頑張っているようです。 4. 富永愛。スーパーモデルの富永愛さんは2004年にパリのパティシエと結婚し、2005年に男の子を出産しています。その後は離婚し、シングルマザーとして息子さんを育てています。息子さんのために芸能活動を3年間休止していたこともありました。 5. 松雪泰子。女優の松雪泰子さんは1998年3月にザ・スリルのギタリスト岳さんと結婚し、2001年に長男を出産しています。その後すれ違いのため2004年に離婚しています。 6. 浜崎あゆみ。公式ファンクラブサイトで2019年末に出産していたと発表したは浜崎あゆみ。華原朋美が自身の公式サイトで外資系企業に勤める一般男性との第一子妊娠を発表し、8月に男児を出産したことも話題を集めた。平成を代表する歌姫が40歳を過ぎてあえて未婚の母であるシングルマザーを選んだということになる。 7. 安室奈美恵。安室奈美恵さんは人気絶頂の1997年に TRF のサムさんとの結婚を発表し、1998年に息子を出産しました。2002年には離婚を発表しています。それ以降何度か熱愛報道はあったものの、再婚することはなく、シングルマザーとして息子さんを育てています。 8. 吉瀬美智子。年齢を重ねてもなお美しさを増していく女優の吉瀬美智子さんは2人の女の子を育てるシングルマザー。仕事に家事、育児と奮闘する傍ら、忙しい時は子供たちにハグをねだり癒してもらっているのだそう。互いに励まし合いながらいい親子関係が築けているのでしょうね。またドラマナイスフライトで演じた貴重役は娘さんの後押しもあって引き受けたといいます。かっこよく演じるママの姿はきっと誇らしかったでしょうね。 9. スザンヌ。地元熊本へ活動拠点を移し、8歳の男の子を育てるシングルマザーとして仕事や家事、育児に励むタレントのスザンヌさん。2022年春、35歳で高校卒業&日本経済大学へ入学したことでも話題になりました。ブログや SNS では笑顔あふれる仲睦まじい親子ショットを披露し、見ているこちらまでほっこり温かい気持ちに。息子さんを自分以上に大事な存在と語り、愛情たっぷりに育てている様子がうかがえます。 10. 道端カレン。道端ジェシカの長女である道端カレンさんは2004年2007年に男児を出産していますが、結婚はしていません。シングルマザーとして2人の男の子を育てているそうです。このお姉さんの姿勢を見て道端カレンさんもシングルマザーになることを選んだのかもしれませんね。 11. 伊藤和恵。女優の伊藤和恵さんは1999年にシャムシェードのベーシストであるナッチンさんと結婚し、2001年に長女を出産しています。
2013年に離婚していますが、その後に番組に出演した時には離婚するのが嫌だから再婚しないと話していました。娘さんは伊藤和恵さんが親権を持っているようで、ブログには娘さんの話題がたびたび出ています。12ユウ。タレントのユウさんは1997年に松岡俊介さんと結婚、長男を出産していますが、2005年に離婚しています。シングルマザーになってからもお弁当作りだけは幼稚園から高校まで欠かさず続けていたそうです。息子さんは大学進学時には保育士など小さい子どもの成長に関わるような仕事に就くための勉強をしたいと話していたとのこと。そのようなエピソードを聞くと、ユウさんが良いお母さんだったことがわかりますね。13、涌井絵美。女優の涌井絵美さんは俳優の萩原正人さんと1995年に結婚し、1999年に第一子を出産しましたが、2003年に離婚しています。親権は涌井絵美さんが持っていますので、涌井絵美さんもシングルマザーなんです。お子さんはもう成人していますので、子育ては一段落といったところでしょうか。14、安藤美希。トリノ五輪代表で世界選手権王者の元フィギュアスケート選手の安藤美希さんは、結婚せず、さらに父親が誰かを明かさないまま、2013年に女の子を出産、シングルマザーになりました。出産後もオリンピック出場を目指して現役を続けていましたが、2013年12月に引退しました。15、友坂理恵。女優の友坂理恵さんは2003年に舞台演出家の男性と結婚し、長男を出産しますが、2008年に離婚しています。その後2011年にスネオヘアーさんと再婚したものの、2016年に離婚しシングルマザーになりました。息子さんとの仲は良く、シングルマザーライフを楽しんでいるようです。16、益若つばさ。モデルの益若つばささんは梅田直樹さんと結婚して男の子を出産しますが、2013年には離婚が成立していることが発覚します。シングルマザーとなってからも世界の終わりの深瀬さんと交際したりと恋愛はしているようですが、再婚はしていないようです。17、アン。2016年に双子の女の子、翌年には男の子を出産し、三つ子の母として仕事や家事、育児に励む女優のアンさん。2022年8月にはご飯が美味しくて馴染みがあるというフランスパリへ移住。 SNS や YouTube には新生活を楽しむ姿がアップされており、多くのファンが新たな門出にエールを送っています。過去に出演したバラエティ番組でも飾らずありのままに子育てについて語っていたアンさん。彼女の発言や行動力は人を励ますパワーがあるように思えてなりません。18、宇多田ヒカル。A ロンドンに在住し、シングルマザーとして7歳の男の子を育てる歌手の宇多田ヒカルさん。 SNS でたびたび息子さんとの日常を投稿することもあり、母としての宇多田ヒカルさんの姿に大きな関心が寄せられています。2020年にバラエティ番組に出演した際には、引っ越しが多く大変だった自身の幼少期を引き合いに、子供には同じ思いをさせたくないととろ、普通に元気に自分らしく育ってほしいと語っており、息子さんへの真摯な愛が感じられますね。19、青木さやか。タレントの青木さやかさんは現在中学1年生の娘さんを育てるシングルマザーとして奮闘中。各メディアで離婚や母親との確執&和解、子育ての苦悩など自身の体験談を語り、多くの共感を集めています。2022年9月からはマナ娘との日常や親子関係を綴ったエッセイ、娘と私がスタート。思春期を迎えた娘さんと青木さやかさんの微笑ましいやりとりに頬が緩む魅力的な内容に注目です。20、矢田亜希子。女優の矢田亜希子さんは2006年に推しを学ぶさんと結婚し、2007年に長男を出産しています。2009年の推し美事件後すぐに離婚し、シングルマザーとしてお子さんと2人で暮らしています。息子さんの授業参観に行っていることなども報告していますので、親子仲は良さそうです。